作詞を作っているあのかっこいい姿が目に浮かんできたからです。今、じいちゃんは地域の皆さんの恩返しとして体験教室を始めています。僕はじいちゃんがこの仕事を15歳から始めたことを知ったので、自分も15歳で家業を継ごうと考えていました。憧れのじいちゃんと一緒に仕事をするのが自分の夢だと思い込んでしまいました。しかし、よく考えてみると、理由はそれだけではありませんでした。去年の12月頃、担任の岡崎先生が僕にこう話されました。ゆうくんは最近宿題をやったらんことがあるが、家業を続け、勉強はせんでもええと思って投げ出しとるんじゃないか。僕はズバリ言われてしまったと思いました。確かに、あの頃の自分は面倒な宿題などを後回しにしていて、結局やるじまいにしていました。先生は家に帰って、じいちゃんや父ちゃんの話を聞いてみたい。今自分が何をしにゃいけんのかわかると思うので、と言われました。僕は家で父ちゃんに話を聞いていました。確かにじいちゃんは15歳から仕事を始めたのですが、仕事をしながら夜は女高校の定時制で勉強をしていたのと初めて知りました。じいちゃんは勉強から逃げて自分の好きな職人の道に入ったわけではなかったのです。それどころか仕事と勉強を両立させていたのです。それを聞いて勉強を放り投げていた自分は情けなくなりました。僕の父ちゃんは横浜工芸の三代目です。女父ちゃんもまっすぐこの道に入ったわけではありません。もともとサッシを作る会社に勤めていたのですが、結婚を機にサッシを作るじいちゃんに出会い、その姿に感動して伝統を受け継ぐ決心をしたそうです。そんな父ちゃんは僕にこう話してくれました。いきなり家業をつかんでもねえんじゃないか。職人になるにしても、社会に出ていろいろな経験をして、たくさんの人と出会うことが必ず役に立つと思うので。僕は家族や先生との話を通して、高校に行って新しいことを学び、出会いを大切にしていこうと思うようになりました。僕は今、剣道部に入っています。稽古はとても厳しく辛いです。しかし、一瞬にかける集中力が磨かれます。一本取った後の達成感、仲間との団結、思いやりの心など、多くのことを学んでいます。これらのことは、大剣だった剣道に挑戦し、頑張っているだからこそ学んだことです。しかし、人として学ぶべきことはまだまだたくさんあると思います。新しい出会いや経験を求めて、僕は高校に進学をします。じいちゃんや父ちゃんのような立派な職人になるためです。父ちゃんは芸術大学に進むのもいいんじゃないかと言ってくれています。今からじっくり考えていきたいです。最後に皆さんに一つ見ていただきたいものがあります。これは火事で使えなくなったじいちゃんの道具の一つ、やりがんなんです。僕はじいちゃんに使いようになったのに、なんで大事に取っておるのと聞いていました。すると、じいちゃんは、あんたらが新しく道具を作ろうと思ったら、形ある日本がいるじゃろうか、と話してくれました。父ちゃんや僕にしっかりと伝統を受け継いでほしい、というじいちゃんの願いが伝わってきました。じいちゃん、ありがとう。僕は頑張ります。じいちゃん、父ちゃん、僕の三人で並んで、作詞を作る日を読みながら、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。横畑家は非常に大変な歌詞を、乗り越えて、またこの横畑家に、ね、この夢が引き継がれていくというか、それができるようになった素晴らしいことだと思いますけど、まあ肌から見ると素晴らしいなと思うんですけど、伝えてありがとうございます。横畑君も、すごく落ち込みました。でも、本当に、いっぱいなんかこう、いいことがたくさん詰まって、
今時、おじいさんに憧れるっていうのっていうのは、なかなかないっていうかですね。まあ、その憧れさせるおじいちゃんも素晴らしいな。今日おじいちゃん来てます。もう、ああ、ありがとうございます。でも、皆さんにね、この姿を見せて、本当に子供たちに夢を与えているというのは素晴らしいことだなと思うんですけど、また、リコアタ君自身も、所得して学ぶべきことはたくさんある。これなかなか中学生では言えないことだなと思うんですよね。本当にこう、しっかりと将来を据えて、まあ、これからのいろんな自分の可能性もね、あるときに考えながら、でも、この、しかは、3人で一緒に、この、とぼちくりの作詞を起こりたいというふうに思っております。本当に、これからも、ずっと、いろんなことをやるかもしれません。それは、でも、呼び道ではなくて、僕は、今、僕にとっての、夢に向かってのまっすぐな道じゃないか。本当にこれから、の、この広島県の伝統、そして京都の伝統を、守って、くれるという、いい方で、本当にありがとうございました。もう一度大きな。ありがとうございました。以上で予定の事前発表は終了となります。皆さん、素晴らしい発表を本当にありがとうございました。それでは、ここで私たちに本日のまとめをお願いします。はい、ありがとうございました。今日は、4名の方に発表いただきましたけれども、皆さんね、お誘いを取られた皆さん、あるいは、皆さんご自宅で、まあ、お二人は大人です。で、あとは、ここで中学生と発表いただきましたけど、本当にそれぞれのね、まあ、お母さんは、まさに町おこしのために来て、くれた人ですけれども、それさんはそうじゃないし、こういうことで中学生の人は、そういうことではないんですけれども、でも、自分たちのこの持ち分の中で、できることっていうことを、実際こう、取られると、こうよさこいもこう誰かがやってみたらいいのになっていうのがあると思うんですけども、それを実際ね、この誰かがやる、誰かやる人がやる、それをやることによってやっぱり世の中に作っていく。バレー部もね、今人数少ないし、もうしょうがないよって思ったらですよ、ね、県内、高校、まあ、100だか100何だかありますから、まあ、こんなところにいるかもしれないけど。うん、広くですよ。僕も高校の時バスケットやってましたけども、県大会が出ても最初に負けちゃいますから、ね、本当にね、16っていうのはこんなことですけど、でも弱い条件だからって、ね、やんない。で、横田君のように、これも本当に今の伝統工芸を巡る環境っていうのは必ずしも、すごく恵まれたものではありませんけども、でも、やっぱりそこに価値をしっかり見出す目を持っているっていう、ね。で、それを、まあ、実際にまた、こう、そこに至るためにどうしようっていう中学生なりに考えている。まあ、そういう本当にその、学生なら学生、その、また、この働く、まあ、サラリーマンでやりながらです。サラリーマンで、サラリーマンでやりながらですね、いいかなってことですけど、ね、そしてもちろん、この、まあ、職種のために、気持ちに来てくれてですね、これは本当に何ができるか考えてくれてるんですが、立場でですね、本当に精一杯やってくれて、そういう人が増えたら、別に町おこしのために町おこしをすることではなくて、その高校の、例えばその学校がより良くなるために、ちょっと地域が支えてあげる。あるいはその地域の中で、その、何か会をやる、そこをちょっとやってみる、まあ。本当にいろんなことができるんじゃないかと思いますけども、そういうふうに関わられる方が増えれば増えるほどですね、この地域は本当に良くなっているんじゃないかな。
思うだけじゃなくて、行動をしてみる。あるいは、この、一生懸命やってる人をほっとかないっていうだけでもですね、僕は大きな違いが生まれるんじゃないかなというふうに思います。それを体現してくれて、今日、皆さんに共有していただいた、論文の皆さん、本当に素晴らしい発表だったと思います。もう一度ですね、大きな拍手をお願いをしたいと思います。ありがとうございました。今日のこの会によりまして、今後の皆様の、さまざまな挑戦の輪が広がるということを、心からお祈り申し上げまして、この会を締めさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。以上をもちまして、今日の日本の地域の方がチャレンジトークを展開いたします。ご来場いただきまして、皆様、本当にどうもありがとうございました。なお、ご来場時にお話ししたアンケートと、地域の方が今日の申し込み票を取り付け開始いたしますので、よろしくお願いします。また、地域の方のネットワークにおいては、Facebook による情報の交換を行っておりますので、ぜひご参加ください。それから、あと大阪の方もご連絡でございますが、本日午後の森林セラピー基地、グランドオープンイベントへの、対応者シャトルバスが、11時30分に、一般照明玄関前から出発するということになりますので、皆様ぜひお誘いいただけたわけで、森林セラピーオープンイベントにご参加いただきますようお願いします。本日は、ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。